日本最大の無人島の港開発に世界が震えています。皆さんこんにちは、ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は日本最大の無人島渡島大島についてです。日本国内には約1万3000もの無人島があり、その中で日本一大きい無人島が渡島大島とされています。その大きさはなんと西之島の 2.5 倍と非常に大きな無人島です。そんな日本一大きな無人島に港が開発されており、世界中から注目されています。そこで今回は日本最大の無人島である渡島大島にフォーカスし、島の特徴や日本一大きい理由、そして開発されている港についてお話しします。渡島大島は北海道松前郡松前町に所属する無人島で、地名としては松前町大島に属しています。この島は別名で松前大島とも呼ばれており、松前町の西方沖 50km の地点に位置しています。渡島大島は約 9.73 平方キロメートルの面積を有し、日本で最大の無人島であると言われています。島自体は北に開いた馬蹄形カルデラと、その中に形成された大きなスコリア丘からなる火山で構成されており、最高峰はエラ岳の737メートルです。また海底からの高さは2000メートル近くにもなるとされており、島の西端は北海道の最西端にあたり、周囲の海底は急深で、わずか500メートルの距離で水深が100メートルに達します。また馬蹄形カルデラは島から約5キロメートル北部の海底まで連続していることが知られており、山体崩壊時の総体積は約 2.5 立方キロメートルと推定されています。島の自然環境も魅力的で、オオミズナギドリの北限の繁殖地としても知られており、天然記念物にも指定されている島は松前矢後市同立自然公園の一部にもなっています。ただし戦前から戦後直後の人間による捕獲や人為的に持ち込まれたネズミやウサギによる被害により、オオミズナギドリの生息数は激減してしまったとされています。交通面では渡島大島は無人島であるため、一般的なアクセス手段は存在しません。この孤立した島は自然のままの風貌を残しており、未だに多くの秘密を抱えたまま人々の探求心をくすぐっています。少し話がそれますが、渡島大島から少し離れた場所に渡島小島が存在します。渡島小島は北海道松前郡松前町に属する無人島で、面積は 1.54 平方キロメートル、周囲約4キロメートルと渡島大島と比べてかなり小さい島です。島は急火口にくぼみがあり、主に安山岩で形成されており、海鳥の繁殖地として知られるほか、イタヤカエデ類が優先する林や冷温帯性の草原が発達しています。このため、渡島大島と同様に天然記念物にも指定されています。漁船の避難所として小島漁港が設置されており、管理委託人員が年間50日間滞在するための施設もあります。昭和時代には石川県輪島市から海女が訪れ、昆布やアワビ、ウニなどの漁を行っており、現在でも西方沖は宝の海と言われるほどの好漁場となっています。そんな渡島小島、まだ記憶に新しい方もいらっしゃると思いますが、2017年11月、北朝鮮の木造漁船が侵入した事件がありました。10人の乗組員が10日間にわたり、海上保安庁の灯台施設や漁協の管理小屋などに入り、家電製品や食料、衣類などを投取し、さらにボイラーや太陽発電装置などを破壊。被害額は1000万円に達しました。後に警察のヘリコプターと海上保安庁の巡視船によって発見され、木造船は函館港沖に曳航されました。2018年3月に船長に懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡され、全員が強制送還されました。その後、島の施設の復旧や備品の購入のために、700万円以上の寄付金が集まりました。
このような事件があった渡島小島からわずか 40km 先に、日本最大の無人島である渡島大島が存在しています。日本最大の渡島大島は、一体どのようにして誕生したのでしょうか。渡島大島の誕生秘話と歴史について見ていきましょう。日本最大の無人島、渡島大島は噴火によって約300万年前に生まれました。この時期は哺乳類が進化し、地球が寒冷化し始めた激動の時代で、その中で渡島大島が誕生しました。この地点では海底での噴火が繰り返し起こり、最初にエラ岳と呼ばれる山が形成されました。その後も順調に噴火を繰り返し、島が拡大していったとされます。では、なぜこの島は噴火を続けたのかというと、その答えはマグマの生成にあります。渡島大島の西側には千島海溝が存在し、千島海溝から西側が太平洋プレート、東側が北米プレートです。太平洋プレートが北米プレートに沈み込む環境下で、水とマントルが混ざり合い、マグマができます。このマグマが外に噴出することで噴火が発生し、その結果として渡島大島が形成されたのです。また、渡島大島は平穏に見えるかもしれませんが、過去に大災害を引き起こした歴史があります。それは江戸時代の1741年に起きた大規模な噴火と山崩れでした。この年に発生した大規模な噴火は、煙がとんでもなく上がるようなもので、現代では信じられないほどの力強さがありました。そしてこの大噴火の最中に、山崩れも発生し、山の土砂が海に流れ込み、その結果として巨大な津波が発生しました。この巨大津波は北海道や青森を襲い、さらには渡島大島から900キロも離れた島根にまで押し寄せたのです。この災害によって、なんと1400人以上もの犠牲者を出す大災害となりました。恐ろしい災害であったことは言うまでもありませんが、現在この島は大丈夫なのかと気になる方も多いでしょう。1741年の噴火以降、1700年代後半にはたびたび噴火しましたが、実は、渡島大島は250年前を最後に一度も噴火を起こしていません。しかし一見安心に思えるかもしれませんが、実際には活火山の一つであり、いつ噴火してもおかしくないのです。火山の活動は予測が非常に困難で、突如として活動を再開することも考えられるからです。この過去の大災害から学び、今後の監視体制を強化することが求められています。渡島大島がどうして日本最大の無人島になったのかについては、多くの方が気になることでしょう。実は明確な答えは出ていませんが、一説として、大量の溶岩が流れたためとされる説があります。溶岩というのは非常に熱い液体で、この溶岩が冷えて固まると、非常に頑丈で壊れにくい岩になります。これが、無人島の形成の鍵だと考えられるわけです。おそらく、渡島大島では大量の溶岩が流れ、冷えて固まりながら頑丈な岩を形成していき、この流れの結果、頑丈で大きな島が出来上がったと推測されています。この島ができる過程を考えると、自然界の素晴らしい力と、それによって形作られる地形の多様性に感銘を受けることができます。そして、渡島大島の形成過程は、地球上の無人島がどのようにして生まれるのか、その一端を垣間見ることができる貴重な事例となっています。日本一大きな無人島に港が開発されています。渡島大島は、北海道の豊富な漁場の中心に位置し、その周辺海域は全国でも有数の漁場として知られています。マグロやブリ、サクラマス、マダラ、スケトウダラ、スルメイカ、サバ、ホッケ、メバルなどの水産資源が豊富に存在し、多くの漁船が操業しています。この地域は気象が急変することがあり、漁業者の安全を考慮して、平成3年度から漁港整備事業が実施されています。渡島大島に建設中の漁港は漁船の避難所として利用され、利便性の向上が期待されています。また、渡島大島は自然保護が重視されており、
国から天然記念物に指定されています。観光目的での一般人の上陸は許されていないため、訪れることができる場所ではありません。しかし観光客にとって全く見る機会のない場所ではなく、松前町営牧場の展望台やフェリーの船上から島の美しい自然を感じ取ることができます。この島は漁業だけでなく、火山学や自然保護などの分野でも多岐にわたるメリットを提供していると言えます。観光客にとっては訪れることのできない場所であるものの、その周辺から美しい風景を楽しむことができる貴重な資源となっています。新たな港の開発は漁業の安全を高めるだけでなく、新しい生命の発見や島の誕生についてなどの新しい情報が見つけられる可能性をもたらすかもしれません。渡島大島は自然、文化、産業など様々な側面で日本にとって価値ある存在となっているのです。新しい漁港の開発は漁業者の安全を高める一方、島の未来の拡大にも寄与すると期待されています。今後も渡島大島から目が離せませんね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。